ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙？最近 UFO の目撃事例がかなりオープンになってきて、注目を浴びてるみたいだけど、地球外知的生命体との遭遇事例の方は、相変わらずさっぱりよね。ああ、そうだな。これだけ頻繁に UFO が目撃されてても、UFO に乗ってる者とのコンタクトとなると、信頼に値する報告がほとんど見当たらないよな。私も地球外知的生命体は絶対どこかにいるって思うんだけど、なんでなかなか会えないのか不思議に思うわ。古今東西、霊夢と同じ疑問を持つ人は大勢いて、これまでも多くの専門家たちが様々な議論を交わしてきたぜ。へえ、そうなんだ。やっぱそこってみんな気になるところよね。じゃあ今日は、地球外知的生命体はどこかにいるはずなのになぜ会えないの？という有名な、フェルミのパラドックスについて解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。私たちがいる太陽系は天の川銀河に属しているが、銀河には太陽のような恒星が2000億から4000億個あると言われている。太陽みたいに自ら光ってる恒星だけでもそんなにあるんだ。ということは、その周りを回ってる惑星とか衛星とかを加えたら、何兆個もの星があるってことよね。そうなるな。そして、地球から観測可能な範囲には、少なくとも1700億個の銀河が存在すると考えられており、観測可能な範囲外のものも含めれば、一説には、銀河の数は2兆個ほどあるのではないか？とも言われている。何兆個もの星を抱える銀河自体が2兆個もあるなんて、宇宙にはどんだけたくさんの星があるっていうの？まさにアンビリーバブルとしか言いようがないわ。だな。そこで、アメリカの天文学者であり、天体物理学者でもあったフランク・ドレイクは、地球外文明の数を推定するドレイクの方程式というのを考案した。ドレイクの方程式？ああ、フランク・ドレイクは、私たちの銀河系に存在し、人類とコンタクトする可能性のある地球外文明の数を N として、次のような式を編み出したんだ。そして、この式の各パラメータは以下のように定義されている。R、人類がいる銀河系の中で、1年間に誕生する星の数。FP、一つの恒星が惑星系を持つ割合。NE、一つの恒星系が持つ生命の存在が可能となる状態の惑星の平均数。FL、生命の存在が可能となる状態の惑星において、生命が実際に発生する割合。FI、発生した生命が知的なレベルまで進化する割合。FC、知的なレベルになった生命体が星間通信を行う割合。L、知的生命体による技術文明が通信をする状態にある期間。ゲゲ、何よ、この小難しい式は。マリサ、私が昔から数学苦手なの忘れてないわよね。安心しろ、霊夢。今日は難しい計算の話は一切しないぜ。ただ、こんな式があるんだって、ぼんやり眺めてもらえれば十分だ。オーケー、それを聞いて安心したわ。それで、結局、この小難しい式を計算すると、地球外知的生命体はどのくらいいることになるの？この式の考案者、フランク・ドレイク曰く、N イコール10とのことだ。ふむふむ、私たちの天の川銀河には10種類の宇宙人がいるってことね。だが、2020年6月15日付で、学術誌アストロフィジカルジャーナルに掲載された、イギリスのノッティンガム大学の研究チームが発表した論文によれば、その数は少なくとも36は存在するのではないか？とのことだ。へえ、そうなのね。さっきの式の項目で、どう考えても正確な数字を出すのが難しそうな項目がいくつかあったから、計算する人によって N の値がだいぶ変わってくるってわけね。そういうことだな。でも仮に N イコール36だった場合、私たちの天の川銀河の中だけでも知的生命体が36種類いるってことよね。それだと、さっき宇宙には銀河の数が2兆個あるとかって言ってたから、36×2 兆個イコール72兆個で、宇宙には知的生命体が72兆種類もいる計算になるんじゃない？ああ、そうなるな。これって、ものすごい数の宇宙人がいることになるわよね。だな。そこで今日の本題だが、ノーベル物理学賞受賞者のエンリコ・フェルミが1950年にランチの席で、同僚たちにある質問を投げかけ、真剣に議論したそうだ。なになに？どんな質問をしたっていうの？フェルミが投げかけた質問はこれだ。宇宙人はどこにいるのか？ああ、なるほど。そのエンリコ・フェルミさんの発した言葉が、フェルミのパラドックスの名前の由来ってわけね。そういうことだ。ノーベル物理学賞取ってるくらいだから、そのエンリコ・フェルミさんってすごい人なんでしょ？ああ、当時、原子爆弾の開発製造を目的としたマンハッタン計画というのがあったんだが、そこにも参画していたコアメンバーの一人で、世界初の原子炉の運転に成功している。
うろう、それはすごいわね。また、熱力学統計力学におけるフェルミ分布や、量子力学におけるフェルミ粒子、さらには、元素名にその名を冠したフェルミウムなんてのもあるぜ。フェルミウム？自分の名前が元素の名前についちゃうなんて、このフェルミさん、ただものじゃないわね。それと、忘れちゃならないのが、エンリコ・フェルミにはもう一つ、ずば抜けて得意なことがあったそうだ。なになに？どんなことが得意だったの？それは、実際に調査することが難しいような捉えどころの内容を、いくつかの手がかりをもとにして論理的に推論し、短時間で概算することだ。例えば、どんなこと？例えば、世界中にアリは全部で何匹いるか？とか、日本にあるマンホールの数は全部でいくつか？とか、アメリカのシカゴにはピアノの調律師は何人いるか？などなど。ふむふむ、なるほど。ああ、わかった。このフェルミさん、自分の特技を生かして、宇宙にいる宇宙人の数を計算してみたら、明らかに宇宙人がたくさんいるはずなのに全然出くわさないからおかしいな、って疑問に思ったってわけね。そういうことだ。ちなみに、さっきの、実際に調査することが難しいような捉えどころの内容を、いくつかの手がかりをもとにして論理的に推論し、短時間で概算する手法は、フェルミ推定と呼ばれていて、企業の就職試験なんかにも出題されてるみたいだぜ。へぇー。フェルミさんってすごい人だったのね。そして、彼がランチの席で発したこの疑問は、70年経つ今でもまだ未解決のままというわけね。それじゃあ、ここからは、フェルミのパラドックスについて、どのような仮説があるか一緒に確認していくぜ。わぁ、どんな仮説が出てくるかとっても楽しみだわ。今回は、スティーブン・ウェッブという人が書いた、広い宇宙に地球人しか見当たらない75の理由という本や、海外の SF 小説を参考にさせてもらい、地球外知的生命体と出会えない理由を20個ほど厳選してみたぜ。ほうほう、なるほど。20個もいろんな説が出てくるってわけね。ああ、そこで、その20個の説についてだが、以下の3つのカテゴリーに分けて説明していくぜ。1、そもそも地球外知的生命体は存在しない。2、地球外知的生命体はどこかにはいるが、まだ出会えていない。3、地球外知的生命体はすでに地球に来ている、あるいは過去に来ていた。ふむふむ、どのカテゴリーでも地球外知的生命体を私たちが現在認識できていないことには変わりないけど、カテゴリーが1、2、3と進むほど今後で会える期待値が上がりそうね。だな、今回厳選した20個の説は一気に紹介するにはちょっとボリュームが多すぎるので2回に分けて紹介していこうと思う。 OK、わかったわ。ところで、今日は20個のうちいくつ紹介してくれるの？今日紹介する説は合計9つで、さっき3つに分類したカテゴリーのうち、カテゴリー1とカテゴリー2の部分に相当するぜ。そうなのね、了解したわ。では、早速教えてよ。レアアース仮説。これは、2000年にピーター・ウォードとドナルド・ブラウンリーが立てた仮説で、宇宙に存在する知的生命体は人類のみという説だ。ふむふむ、なんだかちょっと傲慢に聞こえるけど、本当なのかしら？彼ら曰く、地球というのは、まさに奇跡に奇跡が重なってできたような星で、このような好条件が揃うことはおそらくないのでは？とのこと。じゃあ、もしも地球がなくなっちゃったら、この広い宇宙に知的生命体がいなくなっちゃうってことよね？そうなるな。あれだけたくさんの星があって、知的生命体が私たちだけってのも、なんかちょっと違うような気がするわね。ただし、彼らの仮説ではあくまでも、高い知能を備えた生命体がいるのは地球だけで、生命体自体は地球以外にいてもおかしくないって言ってるらしいぜ。そうなのね。では、次だ。人類が宇宙初の知的生命体説。これは、人類が宇宙で一番最初に発生した知的生命体であり、2番手がまだ誕生していないとする説だ。なるほど、なるほど。地球以外の他の星でも知的生命体は生まれる可能性はあるけど、まだこれから生まれてくるっていう説ね。ああ、そんな感じだな。でも、宇宙が誕生してからすでに138億年も経ってるのよね。生命の進化に時間がかかるっていうのはよくわかるんだけど、人類がこの宇宙で一番進化してるってのも、これまたなんだか傲慢な感じがするわね。だよな。昔の人が、自分たちが一番偉くて、この世界にあるものは太陽も月も星も全て地球の周りを回ってる、なんて勘違いしてた時代の考え方に近いような印象を受けるわ。そうかもな。では次はカテゴリー2の、地球外知的生命体はどこかにはいるが、まだ出会えていない、の説に行くぜ。
宇宙が広すぎて出会えない説。これは感覚的になんかわかるような気がするわね。宇宙はあまりにも広すぎるので、惑星間の距離が遠すぎて、どんなに科学が発達しても、星間航行の壁を突破できないってことよね。そんな感じだな。寿命が何万年とか何億年もあるような知的生命体がいれば、もしかしたら長年かけて星間航行する種族も出てくるかもしれないが、寿命がほんの数十年とか数百年しかないと、画期的な星間航法が見つからない限り、出会うのはちょっと厳しいかもしれないな。信号をキャッチできない説。この説によれば、すでに地球外知的生命体からの信号は地球に届いているが、通信手段があまりにも違いすぎるので、私たちがその信号をキャッチできていないとのこと。ふむふむ、なるほど。現在の私たちは主に電磁波を探すことで他の宇宙文明の痕跡を探っているが、他の地球外知的生命体たちが必ずしも電磁波を使っているとは限らない、というわけだ。確かに。生命体によって見える周波数帯とか聞こえる周波数帯は当然違ってくるだろうし、通信手段も必ずしも私たちと同じような周波数帯を使っているとは思わないけど、その通信手段自体が根本的に違うとなると、信号をキャッチするのは至難の業かもしれないわね。だな。例えば、まだ私たちがよく知らない例の波動みたいなものが、通信手段として使われていたとしても、そんなものは今の私たちには到底キャッチできないからな。そうよね。惑星間航行ができる前に滅亡する説。これは3番目に出てきた宇宙が広すぎて出会えない説に似ているが、この仮説では広い宇宙を自由に行き来するワープ航法やワームホールを使った航法が存在し、そういった航法を使いさえすれば広い宇宙を自由に行き来することは可能だが、そもそもそういった惑星間航行ができる科学技術を習得する前に滅びてしまうという説だ。なんだか、これも今の私たちを見てると十分考えられるような気がするわね。文明が高度に発達すればするほど、一瞬で滅びかねないリスクがあれこれ出てきそうだもんね。そうだな。人工的にブラックホールを作って星ごと消滅してしまったり、バイオ兵器や核兵器による自滅、あるいはナノテクノロジーの暴走や人工知能 AI の反乱などなど、心配すればキリがないほど、文明の発達とともにリスキーなものが増えてくるような気がするわね。みんな、ブラックホールの近くにいる説。ブラックホールって、重力が強すぎて光さえも抜け出せないっていうあのブラックホールのこと？ああ、そのブラックホールだ。大質量の恒星はブラックホールになる運命で、ブラックホール自体は宇宙には比較的ありふれている。そこで、時空を操作する能力を持つ文明であれば、彼らは莫大なエネルギーが集まるブラックホールの近くにいるのではないか？という説だ。ふむふむ、なるほど。その考え方によれば、ある一定レベル以上の知的生命体は、みんなブラックホールの近くに集まってくるし、その彼らからしても他の知的生命体探しは主にブラックホール周辺にフォーカスしてるというわけね。そういうことだ。地球に魅力がない説。この宇宙に浮かぶ宝石のように美しい地球に全く興味のない人がいるっていうの？まあな、そもそも地球外知的生命体ってのは人じゃないので、私たちと同じ感覚を持ってると思わない方がいいかもしれないぜ。あ、そうか。ついつい自分たちと同じ目線で物事を考えてしまってたわ。まず立地についてだが、地球を含む太陽系ってのはどうやら天の川銀河の中でも極めて端に位置してるらしいぜ。つまり、地球はちょうど田舎の辺境の地にあるってこと？そのようだな。さらに、地球の大気の成分は霊夢も知っての通り、窒素約 78.1%、酸素約 21.0% で、この2つの成分で全体の 99% 以上を占めているが、もしかしたら酸素は猛毒だと認識されていて、そんな毒の霧で覆われた惑星なんか見向きもされていないかもしれないぜ。酸素が毒？ああ、なんでも、太古の地球は二酸化炭素が全成分の 96% を占めていて、当時の地球では酸素は生物にとって猛毒とされていた可能性が高いとも言われてるんだ。へえ、知らなかったわ。酸素は命の源でとっても美味しいものって思ってたけど、宇宙人にとっては毒ガス以外の何物でもないかもしれない、ってわけね。仮想現実に入り浸り説。ああ、
これはなんかわかるような気がするわ。高度なテクノロジーが生み出した VR、バーチャルリアリティの世界は、あまりにも居心地がいいので、リアルな宇宙探査はそっちのけにして、仮想世界に入り浸っちゃうんじゃないか？ってことよね。そういうことだな。宇宙はありえないほど広いし、危険だし、最初は意欲的に宇宙探査をしてたとしても、あまりにも何も見つからないと、そのうち VR の方にのめり込んじゃうかもしれないわね。だな。スーパー文明、独裁説。これは、宇宙には高度に進化した一つのスーパー文明がすでに存在していて、彼らが自分たちの生存を脅かす可能性のある他の文明を見つけ次第、片っ端から滅亡させていってるっていう説だ。なんだか随分と物騒な話ね。でも他の後発文明の発展から目が離せないってのはわかるけど、何も他の種族を滅亡に追い込まなくてもお互い仲良くすればいいんじゃないかしら。まあな、もちろんそれが正論でそうなるのがベストだ。だが、そのスーパー文明も最初は穏やかで他の知的生命体と仲良くしようと努力してきたが、過去に何度も争いを仕掛けられ、自分たちが滅亡させられるギリギリのところまで追い込まれたような経験があったとしたらどうなると思う？あ、なるほど。確かに過去にそんな滅亡の危機に遭遇してたら、もう他の知的生命体を信じて気を許してたら、いつかは自分たちが滅ぼされかねないってことで、先制攻撃を仕掛けるようになっても不思議じゃないかもね。だよな。でも、宇宙にいる知的生命体がみんながみんな好戦的で悪い種族ばかりじゃないと思うので、生き延びられるチャンスはちゃんと平等に与えるべきだと思うわ。私もその考えには同感だぜ。じゃあ、例えば霊夢がそのスーパー文明の偉い人で、後発の文明の生存の可否を審査する文明審査官だったとしよう。OK、私が大きな権限を持った審査官ね。そこで、最近発展の著しいある星の調査に出向いたところ、そこでは、星を丸ごと破壊してしまうほどのありえない数の核兵器があるにもかかわらず、まだどんどんとその数を増やし続けていた。随分と物騒な星だわね。そして、食べ物が足りないわけでもなく、住む場所が足りないわけでもないのに、同じ種族の者たちが、いろんなところで毎日殺し合っていた。うげえ、怖いところだわね。ところで、その星の未来は明るそうか？ダメよ、ダメダメ。そんな危険で野蛮な星は言うまでもなくアウトよ。そんな星がもっと発展して、スーパーテクノロジーを持ったりしたら、絶対ろくなことにならないと思うわ。でも、ああ。もしかしてその星って、私たちの地球のこと？これは、やばいかも。だな。フェルミのパラドックスに対する今日の9つの仮説、どれも面白かったわね。どの説も可能性がありそうで、こうおつつけがたいけど、個人的には、できればレアアース仮説だけは、当たってないことを祈るわ。私も同感だぜ。この広い宇宙に知的生命体は私たちだけなんてのはあまりにも寂しすぎるよな。そうよね。でも世界各国で UFO が頻繁に目撃されてるし、太陽の周りでも太陽観測衛星が不思議な物体をたくさん捉えてるみたいだから、おそらくレアアース仮説は外れてくれると信じてるわ。だといいがな。ところで次の動画に出てくる残りの11個の仮説は全てカテゴリー3の地球外知的生命体はすでに地球に来ている、あるいは過去に来ていた、に当てはまるのよね。ああ、そうだぜ。だとすると、かなりワクワクする説が出てきそうなので、後半の話も楽しみにしてるわね。それじゃあ、フェルミのパラドックス前半の話はここまでにするが、今日の話がほんのちょっとでも面白いと感じてくれた方は、ぜひ、チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。お願いします。それと、皆さんの意見や感想も、自由に書き込んでもらえると嬉しいぜ。それでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。